こんにちは、アムスタッフの小太郎です。今回は新谷小塚 21SS の新作アイテムをご紹介したいと思います。それでは着用からいってみます。はい、こちらヒズシャツ着用していました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちらお色がシックとなっております。で、まあ細かいディテールは、まあ、深夜小塚っぽいこのようなノーカラーのシャツになっているのと、ポケットがついていて、まあ、スウェードのような生地感のポケットがこちらに取り付けられております。でこちらのポケット上じゃなくてサイドに穴が開いてる感じになってます。で、まあ、全体的にこのようにストライプになっていて、まあ、着丈とか身幅とかも、まあ、僕が着てこのようなサイズ感で、でスリットも結構このように両サイド深めに入っているので、まあ、シャツ1枚でもめちゃめちゃ存在感がありますし、まあ、動くとこのような感じにスリットが揺れるのもかっこいいポイントじゃないかなと思います。まあ、ノーカラーなんで本当いろんなジャケットに合わせていただけるような感じのシャツになっていると思います。でこちらサイズが M でお値段が 27,000円プラスタックスとなっております。まずこちら As First Asのカラーがウォッシュ着用していました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちらサイズが M となっております。で僕の身長が 170cm、 体重 55kg でこのようなサイズ感となっています。まあ、M で結構まあ着丈は短めに作られているんですけど、まあ、袖丈はこのような感じに、まあ、若干長めの作りになっています。で、まあ、今回の深夜小塚のテーマはありのままでというテーマなんですけど、こちらのジャケットは、まあ、リーバイスのファーストをイメージして作られたジャケットとなっています。まあ、それもリーバイスのファーストをリサーチせずに思い浮かんだありのままの姿で表現したのがこのジャケットになっています。まあ、本当に深夜小塚さんがデザインで思い浮かべたリーバイスのファーストを形にした感じのジャケットになっていますね。でまあ、特徴的なのが、まあ、本当に合わせやすいような感じのデニムジャケットになってるんですけど、まあ、バックの部分とかこのように切りっぱなしで線が入っていたり、まあ、細かいこのようなステッチなんかも白ですごい可愛い感じのステッチになっていたり、で、まあ、ポケットが、まあ、普通のリーバイスのファーストよりか結構大きめにつけられてるのが結構深夜小塚っぽいポイントですね。でこのようにボタンも真っ白い結構マットな感じの触り心地のボタンが取り付けられています。でこちらもフラッシャー的な意味があるので、こちらは全然外してもらってもいいですし、このままつけてデザインとして楽しむことも可能となっています。でこちらサイズ M でお色がウォッシュで 27,000円プラスタックスとなっております。はい、まずこちらアズセブンティーズワズ着用していました。全体がこんな感じになっております。でこちらのサイズが S でお色がリジットとなっております。お色は生デニムのお色となっております。でこちら特徴的なのが、まあ、名前にある通り、まあ、セブンティーズに流行ったような感じのフレアデニムを深夜小塚なりに再現したような感じのアイテムとなっております。まあ、なんでこのように、まあ、深夜小塚っぽい太めのシルエットでフレアに広がっていく感じのシルエットとなっております。で膝の部分と膝裏の部分に切り替えになるようなデザインにしていて、まあ、深夜小塚っぽく、まあ、若干裾に向けてカーブするような感じのデザインに作られています。でこちらの紐なんですけど、まあ、こちらの紐はフラッシャー的な意味で取り付けられているので全然簡単に外れるんで外してもらってもいいですし、まあ、つけたままデザインとして楽しんでいただくことも可能となっております。でお値段なんですけど、お値段が 22,000円プラスタックスとなっております。はい、こちらお色違いのウォッシュ着用していました。全体こんな感じになっております。はい、でこちらはワンウォッシュかけた
感じの明るめのブルーデニムになってるんですけど、まあ、さっきのと比べてこっちの方が生地感は柔らかい感じの生地感となっております。で、まあ、さっきの生デニムの方が結構張りのある生地で、まあ、ハイテクにつれて経年変化を楽しんでいただけるような生地感になっていると思います。で、同じでお値段がサイズ S で 22,000円プラスタックスとなっております。はい、続いてこちらお色違いのエクルー着用してみました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちらもサイズ S でお色がこのような、まあ、白に近いようなベージュのお色となっております。続いて As 80s Was を着用してみました。全体こんな感じになっております。はい、でこちらお色はさっきと同じお色で生地も一緒なんですけど、まあ、今度は 80s っぽい感じのシルエットになっていて、まあ、さっきのはフレアの形だったんですけど、今回はテーパードがかかったような生地になってます。でこんな感じにテーパードがかかっていて、でセンタープレスも入っている感じの、まあ、きれいめの合わせ方ができるようなパンツになっていると思います。でこっちはサイズ M なんですけど、まあ、こっちはサイズ M でも、まあ、僕の身長でもちょうどいい感じの丈感とウエスト感となっております。でこちらのお値段なんですけど、お値段が 21,000円プラスタックスで、サイズがこちらの M となっております。はい、こちらテーパードバギー着用してみました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちら今履いてるのがサイズ S で、お色がアイボリーとなっております。でこちら深夜小塚の定番のバギーパンツの新型版になっております。で変わったところがまずタックの部分なんですけど、まあ、タックはこのように2つずつ入ってるんですけど、タックの長さが、まあ、今までのバギーパンツの約半分ぐらいになっていて、で半分にした分テーパードを強く効かした感じのデザインになってます。なんで本当に、まあ、膝に向けて広がりがすごくあって、で膝からの裾にかけてのテーパード感もすごいいい感じになっております。まあ、なんで今までのバギーパンツより結構すっきりした感じの印象で、まあ、今までよりも楽に履いていただけるんじゃないかなと思います。まあ、なんですけど、まあ、今までのバギーパンツっぽいこの腰回りのすっきりした感じの印象は残してるんで、すごい履きやすいパンツになっていると思います。でお値段なんですけど、お値段がこちらのサイズ S で 23,000円プラスタックスとなっております。はい、こちらダスターコートのサイズ M 着用していました。全体がこんな感じになっております。はい、でまずサイズ感なんですけど、まあ、僕の体型でサイズ M でも結構ちょうどいいような感じになっております。まあ、身幅は若干広めで、着丈も、まあ、着丈はちょうどいいんですけど、それだけが少し長めですね。でまあ、オーバーサイズの作りになっているのと、まあ、ボタンがあえて2つになっていて、まあ、それによって A ラインが綺麗に出るような感じの形の作り方となっています。で、まあ、特徴的なのが、まあ、このグラデーションになっている生地感なんですけど、まあ、こちらの生地は実はスウェーデンの生地メーカーの生地を使っていて、まあ、本来ならばカーテンに使われる生地をコートに使った感じになっております。でポケットもすごい変わっていて、まあ、両サイドにこのようにポケット入ってるんですけど、まあ、フロントの部分にも大きめのポケットが縫い付けられています。で、まあ、本当に、まあ、近くで生地見てもらったら分かると思うんですけど、このような感じに、まあ、若干透けるようなシースルーの薄い生地になってるんで、夏場とかも全然 T シャツの上とかに羽織って着ていただけますし、まあ、冬場なんかはこれ全部締めてもらってインナーで使って楽しんでいただくこともできます。本当にもう年中使えるアイテムになっているので、めちゃめちゃ便利だと思います。まあ、本当にお色がめちゃめちゃかっこいいんで、一着持っていたらコーディネート楽しめるんじゃないかなと思います。でこちらお値段なんですけど、お値段が 63,000円プラスタックスとなっております。
はい、以上で着用終わりたいと思います。こちらの商品オンラインストアでもご購入いただけますので、よかったらチェックしてみてください。 YouTube チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。 Instagram もやってますので、よかったらフォローしてください。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。